ドラゴンクエスト4、導かれし者たち。実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしちゃってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。普通にタイトルコールするパターンも入れとかないとね。じゃ見てください、これ。普通にぶっ刺さってましたけど、これ。主人公よりもはるかにでかい剣を振りますの、これから。背中に背負うのも大変だろう、これ。これ天空の剣こんな簡単に手に入ると思ってなかったぞ。なんでこんなとこにあったんだろうね。喜んで。じゃあ、まあ、つけるか。氷の刃の方が強いんだね。いいんだね。つけれないのな。了解した。これルーラーで飛べっかな。一つしかね、持てないんだよね、これね。どこが一近いかな。ロザリーヒルとか近いかな。この BGM な。マイクラの BGM にしようかな、これ。すげえいいよね。合ってるよね、マイクラの世界観と。ちょっと左に行ってから、左斜め下に行くとある。あった。これだよね。これ、ここに着陸するとさ、なんか勝手にここなんだよな。で、しかもさ、あ、やばいやばい。待った待った。落ち着け。冷静冷静冷静。気球入っちゃった。これ、ゴッドサイドなかったよな、ルラ。あったー全然あった。失礼しました。だったらゴッドサイドで一発で飛べたんじゃねえの？敵が強いんだよな、ここもな。ただ、あの新刊が来なければで大丈夫。ルーシア弱え。ああ、強い。おお、ルカナ撃ってほしいんだよな。ルカナ撃ってくればすごい速くなるんだけどね、戦闘が。ルーシア MP 高えな、それにしても。山歩くとすぐエンカウントするからさ。あ、イオラの方が早いか。まあ、いいか。おいおいおい。いや、そこにいるかなんかよ。違うだろう。もうなんか若干諦めたわ。こうなって、こうなって、こうなって。いいぞ。おーい。おーい。何をやってくれてるんだ。確実に地獄の門番を落とす。嘘だろ。あ、ルーシアのその、補助魔法すげえ助かるな。聞いてないけど。二回攻撃か。こいつ厄介だな、なかなか。ヒットポイントも高いんだ。アリーナ強え。早く草原に。よし。この BGM 好きだわ。てでん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 てやつ。もうほんと好き。何回聞いても飽きない、最初だけ。ソロは安定の防御力ですね。防御力か、高いよね、ソロ。すげえわ。やっぱ天空は素晴らしいね。助かるわ。トルネコがいないからな。下に潜れるパターン。上に行くパターン。お。なんだろう。不思議なボレロ。ボレロって聞くとさ、もうあの、
フィギュアスケートの時の最初の BGM しか出てこないわ。頭の中が。もうあれしか出てこない。受けた呪文の MP をたまに吸収。あ、そういうことか。強いのか。あ、強え。魔法の方位より高いのか。じゃあつけるわ。喜んでつけるよ。しかも MP 吸収はクリフトにすごい使えるものだよね。これでいいのか。天動機かな。天動機っぽいのに乗った。そしてさらに上に行くのか。また同じような建物が、建築物が、これよく作ったなというか。お？なんだ？あ、何も話してくれない。寂しい。話しかけたのにスルーされた。おお、すげえ。広大な大地が広がっているぞ。今度はマップが切り替わったな。どんどん敵が強くなりそう。でもなんか、メタキンとか出てきてくれないかな。宝箱取りたい。ん？お家の中になったか。また喋りかけたのに、スルーされた。すごい悲しいやつみたいになってるな。何度も戦ってるから体が温まる。まあね、まあ上空だからね、確かに寒いとは思うけどさ。ピンポイント。もう頭の中で地図ができてるぞ。二つ目。順調順調。エンカウントしないのがすげえ助かるな。サクサク実況が進むぞ。天動機、これ多分下に降りる天動機だろ。上に行くぞ。高え高え高え。高所恐怖症の人いたらほんとかわいそうだな、これ。意外とアリーナが高所恐怖症とかだとかわいいけどね。このキャラで高いとこダメなのとか言われたら、ちょっとキュンとくるかもしれない。お！すげえな。よく見つけたな、俺今。おお！これはツボックの流れだな。ほい、悪魔のツボック！あ！来ない。ちょっと寂しい。戦闘期待したんだが。敵が住んでないんだな、ここは。高すぎて敵も登ってこれないんだ。これに入るが、残された道か。それらしき天動機を発見する。すげー高いんじゃないのこれ。東京タワー4つ分くらい。相当でかいんじゃない？行き止まり？行き止まり？嘘だ。ここまで来て行き止まりかよ。なんだなんだなんだ、なんかおかしい。あ、外に出れるところがある。よそ。ない。ちょっと待って、俺なんか見逃してない？これ見逃してるよな、絶対。ここまで上がらせといて何もないってないよね。道がないって、そんなことないよな。あれ？でも行けないぞ。え？ただのトラップ。これは、あれだよね。ドラクエの世界観のトラップじゃなくて、スクウェアエニックス、エニックスさんのトラップだよね。エニックストラップじゃん、これ。エニトラだよ、エニトラ。エニトラ？エニトラとかあるんだな。お！出た！敵出るんだ、やっぱ。うわ、全然情報がないからわからん。とりあえず、一匹落とせ。うわ、強い。おし。アリーナ強いな、やっぱ。やっぱアリーナですね。アリーナゲーだわ、アリーナゲー。で、反対側から行ってみるか。あ、違う、こっから来たから、ここを上に上がるのかな。あのエニトラ何だったんだろう。気になるな。あのエニトラの先に、
あー、そうか、地面調べなかったけど、なんか落ちてたかな、そういうことだったかな。まあ、こんだけエンカウントしてくれないんだったら、してこないんだったら、まあね、助かるんだけどね、全然。祈りの指輪、メガザルか。別にいらないな。ベホマズンか。これは助かる。まあ、主人公のすごいとこはさ、攻撃しつつ回復役に回れるってとこだよね。これでスクルトとか覚えたら、ほんとクリフトバイバイ状態なのかな。なんだなんだなんだ。お前ら一体何がしたいんだ。怖えな。逆に怖えな。いや、つや。つや。まごまごしちゃった。まごまごしちゃったよ。どうした？何がしたいんだ、お前ら。めちゃめちゃ強そうなのにね、すっげえなんかもうどうしようもないような病原菌持ってそうな見た目してんのに。もうまごまごしちゃったよ。まごまごしちゃうってあんまないよね。聞くと助かる。なんかドラゴン系はザラキに弱い傾向な、あい、気のせいでした。すいませんでした。ドラゴンとしてじゃないんだな、これ。爬虫類なんだな、ここまで来ると。なんか音が違ったぞ、今。ここは、イオラッといた方がいいんじゃない？まあ、通常攻撃が、30程度なので、多い。一匹を集中して攻撃してくれるのはさ、時によってはありがたいんだけど、ここは分散でしょ。イオラ全然効かねえし。分散じゃなくてよかったです。すいませんでした。これが間違ってました。サーセンした。皆さん、サーセンした。なんか急にエンカウントしだしたよな、そういえば。なんだろう。ここから急にエンカウントしだしたような気がするけど。なんでこんなとこに魔物住んでんだよ。どうやってあの爬虫類たちはここまで上がってきたんだろうな。限界があるだろう。なんだ。なんでこういうものがあるんだ。気になって仕方ないぞ。みんなルシアのお友達がゾウになったんじゃないか。あー、ついたんじゃね？お、ついた。おー、均等運。均等運。均等運だ。均等運だ。やった！多分気球より相当早いぞ。いやー、均等運乗りてー。でも自分絶対乗れないけど。スルーさですよ。心が綺麗じゃないかね。心が水仙便所のように綺麗じゃないとダメなんでしょ、あれ。おぉ、天空城だ。これが噂の天空城か。あのドラゴンクエスト5で描かれる。うわぁ、すげえ。そうだよ。覚えてるよ。てかもう地形わかるもん。こっちに入れるとこあるよね。あ、でも若干違うぞ、5と。あ、たたたたた、あれだ、あれだ。全く一緒じゃん。5にある天空城と。天空城ついたら何も喋んないとか。あ、そうそう。もらえるのも一緒なんだね。ベホマズンの効果がある世界中の雫。天空城と人間は夫婦になれるのが定め。あ、そんなことがあるんだ。かわいそう。雷に打たれとか間違いなく神の意志だよな、そんなんだ。エネルの意志じゃないか。ソロ。ソロって僕なんですけど。一つはっきりしたことは、ソロさんのお父上は死んで、てか木こりだったんだね、ソロのお父さん。本当？言った後にすいませんっていうのさ、ちょっとダメだと思うよ、俺。俺、ああいう話し方良くないと思う。なんかね、裏があるんじゃないかって思ってしまう。こいつ分かってて言ってるな、みたいな。心がね、ほんと水仙便所、全く現れてない水仙便所みたいなぐらい汚いんでね、自分。どうしてもね、そう思ってしまうんだよね。おぉ。ワンちゃんのごとく、竜を飼ってるんだ、ここでは。すごいな。でもワンちゃん二人いるし。ドラン
ドラン、かっこワンちゃん。どうかこの子を連れて行ってください。え？仲間になっちゃった。すっげえ不要だと思うんだけど。どうせ火の息ぐらいしか出してくれないんだろう。いらないぞ。即馬車行きだよ。もう、ルイーダの酒場見つけた、そこ。持ってますよ。では順番的に持ってないとここまで来れないんじゃないのか。ルイーダの酒場あったらこのドラン速攻売り飛ばしましょうね。デスピサルは秘宝を用いた進化の邪魔をされぬようし、地底に結界を張ったそう。デスピサルの進化を止めるにはまずその結界を破らねばならぬ。お、了解した。いい情報をいただきましたね。ではまあ教会も見つけたということで今回はここまでにしたいと思います。セーブできなかった。一番上がお告げパターン、セーブできないやつか。長い長い。ああ、そのパターンだ。セーブできなかった。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。